ニュースマグビです。離婚を発表した大塚愛さんとリップスライムのスーさん。スーさんの不倫相手とされたモデルの江夏詩織さんの行動が怖いと話題になっています。スポーツ紙記者によると、2016年の秋ごろ、真夜中に江夏さんが大塚さん夫婦の自宅に押しかけたそうです。スーさんは不在で、江夏さんは何度もインターホンを押し、不安に思った大塚さんは警察に通報、被害届を提出しました。江夏さんは連行されたそうですとのこと。不倫が報道されてからスーさんは活動自粛。選んだ答えは離婚でした。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。